って待って待って、なんだこのローソン、むちゃくちゃ駐車場広いっすね。前も全部駐車場、何台分あんのこれ、すごい。とりあえずこれで借りよう。よいしょ。さてね、ちょっとお手洗い借りがてら、あとね場所確認しがてらね、やってきました。ここがね、岡崎滝団地っていうところらしいですね。私も初めて、来ました。こういう団地があるんやなっていうところなんですけど、さすが岡崎ですね。まあ、何気ないローソンなんですよ。何気ないローソンなんですけどね、ちゃんとねネタ用意してくれて、まあまずあの新作のねレモンティーがあるんや。これいいな、レモンティー好きなんでね。これ多分甘さ控えめってなってるんでだいぶいいんじゃないかな。大道の甘さ控えめの微糖のアールグレーのやつも美味しいですからね。チーズティーではレモンティーも買うんやなっていうので、ね、買ってみました。でこっからですよ。で、まあ、いわゆる見切り品コーナーみたいな文房具が売っとってね、あのそうトイレがね混んどったもんで、トイレの前うろうろしとったら見切り品コーナーがあってね、あこんなノートが売っとるよ。ちょうど色合いもほらなんか岡崎土産にちょうどいいじゃないですか、ね、この色合いの感じね、量産カラーですからね。そう、まあ、ちょうどね私も山は量ですから、まあ、であの漢字文字とは一緒の量なんですってね。私もね最近知ったんですけど、うん、行さんって、まあ、普段カタカナ、ひらがなでね、行さんってなってるから、私も知らんかったんやけど、行の感じが、私と一緒のあの行の感じっていうことでね、やっぱこの横の漢字の人にね、悪い人はいませんからね、ってことで、ちょうど、で、ネタ帳にして、ネタ考えたら、きっとバズるネタ考えてるんちゃうかなってね、ちょっとネタ帳用に、買ってみまして、英語サイズなんで、これちょっと、カバン忍ばしとくのにちょうどいいですね、英語って。そう、ってのでね、30% オフになっとったんで、買いたの。そう、まあやっぱしね、さすが岡崎やな、さすが岡崎やなと思ったのはね、なんかね、はじめ社長のこんなのとか言ってました。ちゃんとあの YouTuber にネタを振りまいてくれて、こんなん あったんですね。はじめ社長の、ブロッコリースプラウト、はじめ社長の畑栽培キットっていう。なんでこうなったのかは、いろいろと、とこみたいところはありますけど、とりあえずこれでなんか育てれるやつらしいですよ。ちなみに、こういうようなキャラクター設定になってるみたいですよ。ね、一瞬私岡崎でね、ユーフェスって書いてあるし、2019年のユーフェスのやつらしいですけどね、が残っとったって言ってね、私にネタを提供するためにわざわざ残しておいてくれたということでございますかね。で、てっきり色合い的にね、あれ、オンエアさんのやつかなと思ったけど、あれ、でも5つやしな、ん、5人やしな、んと思ったら、そうではなく、はじめ社長のやつでっていうことみたいですね。はぁ、こんなのやってたんですね。ということで、まあ、これも動画のネタにさせてもらおうかな。多分知ってる人からしてみたら、すっごい今更なネタなんだとは思いますけど、まあ、ブロッコリースプラウトと、あと、会話でも残ってあったんですけど、まあ、ブロッコリースプラウトにしてみました。ということで。すごいですね。いかにも YouTube 向きなね、こういうのとかが売ってるっていうのがね、ありがたいですね。っていう風にして、結構あのネタに、ネタ豊富に仕入れできたんで、かなりいい感じで入ってきてますね。さっきの石のところにあるのかな。ちょっと一回調べてみよう。何だったっけ。これで見たら早い。さあ、ってことでね、ちょっと調べてみましたけど、どうも、あの桜神社の石屋さんが、やっぱ岡崎のね、花岡町っていうところに、どうもそれらしいところがあるみたいです。結構調べるの、ちょっと時間かかっちゃいましたけど、まあ、せっかくなんでちょっと帰り際にやるかな。先に多分ドミン寄った方が良さそうなんで、ドミン寄ってから満腹で寄れたら寄ってみて、でもこの時間どうなんでしょうねっていうところでね、見ていきたいと思います。では参りましょう。これまっすぐ抜けれるんやったっけ、ね、車来てないし。でこの道を今この横に走っとる道をしばらく行ったらいい感じに切るみたいです。っていうかまあだいぶオーバーランしてるんですけどね。よし、まあ、もう滝団地の北の方まで来てみてですね。ちなみに常盤学区なんですね。へえ、常盤なんや。
道中でちらっと、オンエアになっとるかはわかりませんけど、私、常盤中学校出身ですのでね、常盤学区って言われると親近感が湧きますね。こっちではやっぱ時中とか言われるんですかね、時章とか。それでは時中、時章、時西でしたね。時盤西が時西でしたね。で、ここは、時盤郵便局なんて郵便局もある。あれ、集配設備があるの？え？で、しばらくずーっと行ったら、もう、JA もありますよ。この辺りは、愛知三河ですね。JA 愛知三河。老の狭間っていうバス停名が老の狭間らしいですよ。で、グラウンドがありの、これ市民公園、あ、総合運動場だ。総合運動場ってことはもしかしたらあれかな、1回目 の、 あの川上健信さんとの、コラボの時に撮ってたところこっちかな、違うかな、うん。当たり前ですけど、YouTube で見たことあるところがいっぱいありますよね。そうそうそう、私がその仕事しとったのがね、その言いましたけど6、7年前ですから、まだね、さすがに、ですか、2013年とかそれぐらいでしたからね、2014年、2015年ぐらいから私郵便局で働き出したんだったっけ。ですから、さすがにまだちょっと、オンエアさんを知らないタイミングでしたからね。これずーっと行くと、もうこれで稲妻町にも戻れるみたいですけど、ね、もうドミーの前々この道はずーっとつながってるみたいですね。このファミリーマートも駐車場広い、岡崎は駐車場広い、すごいですね。あ、このとこ佐川のセンターあるやん、広い、佐川のセンター広い。あ、でも稲妻の交差点のところに来ましたね。久しぶりだな。ここら辺がね、もうこのアミカの裏側ね、もう中もね、知り尽くしてますよっていうところですけど、あ、このとこも博多ラーメンの店あんだ。部長店、あれは後からできたな、俺来てた時にはなかったな、あったらだって言ってるもんな、こんな近かったら。で、出てきた出てきた、ドミー、よいしょよいしょ。懐かしい、懐かしいな、このドミーは。あら、いっぱい。さあ、ってことで、さあ、ってことでね、やってきました、ドミー稲妻店でしたっけ、稲妻町店でしたっけね。さあ、ドミーの久しぶりにドミーのお惣菜でも食べましょうかね。買ってきましょう、よいしょ。